WWS チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。アンジュルムです。上国良萌です。船木結です。佐々木理香子です。川村彩乃です。よろしくお願いします。意気込みですか。今回私たちアンジュルムはですね、ありがたいことに3年目となったわけなんですけれども、まあ、一番初めはまだまだフェス慣れをしていなくて戸惑っていた部分がたくさんあったんですけれども、今回は3度目ということで、まあ、緊張よりも楽しめたらいいんじゃないかなと思いますし、見てる方にも楽しんでいただきたいなと思います。最高の夏にしたいですね。そうですね、私たちは出番の前に他のアーティストさん のステージとかを見させていただくんですけれども、今回は私立恵比寿中学さんを私は見ました。他のみんなもいろいろ見てるんですけれども、はい、本当に何だろう、フェスならではのステージングだったり、いつも見ないようなこう、ステージングが多いのすごく勉強になりますね。はい、そうですね、野外フェスは、まあ、普段私たちライブが室内ですることが基本的に多いので、はい、まずこういう外の開放的な空間でこうパフォーマンスができるっていうのがすごくまあ新鮮ですし、そのなんだろう、まあ、時間によってその空の色も違うので、そこら辺もすごく味があっていいなっていうふうに思います。そうですね、私たちアンジュルムは毎年遊園地か海とかによくみんなで全員で出かけるんですけど、それが今年ももう海に行く予定を立てていて、立て始めてて、なので海がすごく楽しみだなと思います。はい、アンジュルムはですね、新メンバーが加入して、またどんどん形、グループの形が変わっていって、日々全力で頑張っていますので、ぜひこれからも熱い応援よろしくお願いします。